10人に9人の方が医療機関や薬局においてマイナンバーカード保険証というのを使っていません。なぜなのか、ジェンダーのマイナンバーカード保険証というのを医療機関で使っても、様々なトラブルや不具合、これが起きて実際に、マイナンバーカード保険証が、認証されない、そういう不具合というものが様々に起こっていることが報告をされています。なので厚労省はマイナ保険証だけではなくて現在私たちの持っている保険証も一緒に併用しなさいと、そういうことも合わせて言ってます。つまりそれだけマイナ保険証というのが現実的に機能していないか、実際にマイナ保険証が認証できないために10割医療費が払わされ、そしてあとの7割を、もっと時間が経ってから戻ってくる、まあ、こういう方もいらっしゃる、そういう報告を全国さまざまなところで受けています。マイナンバーカード保険証にすると医療情報というものが医療機関で効率的に利用される、私たちの医療の進展が非常に、進むというふうに政府は公言をしています。本当にそうなのか、もし私たちの医療情報というものをさまざまな医療機関で共有するとしても私たちにとって、それが望むことなのかどうか、望んでいる方が私たちの医療情報をそういう形で共有化される、それはいいかもしれないです。ただ全員がその医療情報の共有というものを望んでいるわけではない、自分の精神的な病気について、例えば整形外科の医者にまで共有する必要はおそらくない、ところがさまざまな私たちの医療情報というものを丸ごと共有していく、これが医療の進展につながるかのようなそういう宣伝というものが今、政府の方からもルールされています。私たちの医療に関する情報というのは非常に貴重な情報であって、その医療の情報をどういうふうに使っていくのか、医療機関がどう使っていくのかというのは私たちが決める、私たちが決めることです。決して私たちの意思を無視して勝手に紐付けられたり共有化されたりするようなそういうもんではないんではないか、おそらくマイナンバーカード保険証をお使いでない皆さんも何かマイナ保険証を使うと自分の医療情報というものが勝手に紐付けられたり、またどっかで漏洩したり、そういう不安感危険を感じているからこそマイナ保険証を使わない、まだ10人に9人の方がマイナ保険証を使わない、それがこの最新の状況なんです。ところが政府は社に無にマイナンバーカード保険証を使わせよう、医療機関にも 50% を目標にしてとにかくマイナンバーカード保険証を完全に使わせる、報奨金を20万から40万に上げて金をばらまいてマイナンバーカード保険証を医療機関で使わせる、こうした施策というものをさまざまに行っています。そうではないんではないか、私たちは自分がマイナンバーカード保険証を使うことが有益だ、有効だ、だからマイナンバーカード保険証を使う、嫌だったりマイナンバーカード保険証によってさまざまな危険や不安がある方、この方々は使わなくてもいい、マイナンバーカード保険証を持たなくてもいい、これが制度の本来のあり方です。本来のあり方だったらほとんどの方が使ってない、これが現状です。今政府は今年の12月の2日からマイナンバーカード保険証を原則として現在皆さんのお持ちの保険証については新規に発行しない、新たな保険証は発行しないというふうに言っています。
果たしてこの10人に9人の方が使ってない、マイナ保険証使ってない状況で本当に保険証を廃止したらどうなるのか、考えてみただけで様々な混乱が起こるのはもう目に見えてます。一番困るのは医療機関と患者の皆さんではないんですか。政府は本当にそのことを分かってやってるのか、本当に分かってやろうとしてるのか。今日は皆さん、マイナンバーカード保険証、これに一本化して保険証を廃止することをどうお考えになるのか、保険証廃止に賛成なのか反対なのか、シール投票を行っています。マイナンバーカード保険証に一元化して、保険証の廃止、これに賛成か反対か、ぜひ、シールを貼って、私たち市民の声を、政府に、届けようではないですか。皆さん、市駅前で今日はシール投票、保険証廃止に賛成なのか、保険証廃止に反対なのか、シールを貼っていってもらってます。ぜひちょっとこちらの方に、方を進めて、自分の意思を、ぜひ明らかにして、お立ち寄りいただければと思っています。私たちは、12月2日から保険証を廃止をしようとしている政府に対して、ぜひ今私たちが使っている保険証をこれからも使い続けられるように、そういう意味で、この新橋駅前で、マイナンバー保険証に一元化し、現在の保険証を廃止してしまうことについて、反対する市民の声を集める宣伝活動をやってます。ご都合中の皆さん、そこでシール投票をやっておりますので、ぜひ、少しそちらに寄ってもらって保険証を廃止すること、政府が12月2日から新たな保険証を発行しないというふうに言っていることについて賛成なのか反対なのか、ぜひシールを貼って、皆さんの意見、皆さんの思いを、集めてください。暑い中、新橋の駅前をご通行中の市民の皆さん、私たちは12月2日から保険証を廃止しようとする、政府が未だに、保険証の発行を、12月2日から新たな保険証の発行をやらない、保険証を廃止するというふうに、公言していることに対して、本当にそれでいいのか、皆さんがどういうふうにそれについてお考えなのか、シールを貼ってもらう、そういうシール投票を今日は、新橋の駅前で行っております。ちょっと寄っていただいて、保険証廃止、反対なのか賛成なのか、シールを、貼ることで、私たちの意思を、表明して、ぜひ、反対の声を、反対の声が多ければ、それを伝えていきたいというふうに考えて、今新橋の駅前で、宣伝活動を行っています。非常に暑くて、なかなか皆さん涼しいところにも早く退避したい、そういう気持ちはよくわかるんですが、私たちとしてはあと4ヶ月で私たちが今使っている保険証というものが使えなくなる、新たな保険証というのはもう発行しない、そうしたことがいかに私たちの日常生活にとって混乱を招く、保険証を使い続けることが最も合理的、そういうふうに考えているにもかかわらず、マイナンバーカードの保有率を増やすためにマイナ保険証を調整する、こうした非常に本末転倒、おかしなやり方を現在政府がしようとしていることに、ぜひ皆さん、ノーの声を、大きなノーの声を、政府に対して、届けていきたい、そういう気持ちで本日はシール投票を行っております。ぜひ皆さんご協力ください。
こんにちは。こんにちは。今日はちょっとね、人通りが少ないみたいですね。皆様、ご通行所の皆様、こんにちは。よろしければ、私たち今マイナンバーね、反対してる団体なんですけれども、今走ってますね、マイナ保険証。こちらでシール投票やっておりますので、ぜひ、ちょっとペタッと貼ってってください、ペタッと。簡単ですのでね、ぜひご意見を聞かせてください。マイナ保険証の利用率っていうのは、今、9.9% ですね。この間まで 7% だったんですけども、少し上がりましたが、まあそんなもんなんです。まあこれ以上上がるような要素はないんですけれども、皆さん、本当にこれに今の現行保険証でいいと思うのならば、皆さん声上げましょうよ。ね。それでですね、私ちょっとね、この、まあいろいろなんでこんなにね、政府がね、社会的になって任意なのに強制のような詐欺の手口で社会的になってね、皆さんにマイナ保険証を紐付けようとしているのか、いろいろな理由はありますよ。理由はあります。だけどその一つに、まずこの私たちの個人情報を企業に売るんです。売るというのはですね、なぜ売るという表現をしたかと言いますと、これを急がせている経団連、ね、その企業たちから企業献金っていうのをもらってるわけですね、自民党っていうのはね。それで急いでやれよってことも言われてるわけです。だから国が私たちの個人情報を集めて企業に売るわけですよ。企業献金もらってるわけだから、こういうシステムが出来上がってるわけです。そして、どんな企業に提供するのかなと思ってちょっと調べたんですけれども、私たちの医療に関する個人情報、それがまあ皆さんご存知だと思いますけれども、オムロン、エーザイ、塩野義製薬、それからテルモ、KDDI、NTT、富士通、住友生命等々、たくさんの企業があるんですけれども、主に医療機器メーカー、製薬が、通信、生命保険会社、そういうところに私の個人情報を提供します。そしてその代わりに企業献金もらいますね。いろんな不祥事が明るみに出て、裏金からなんからね出て、この企業献金やめようとしないですよね。自民党やめようとしない、この企業献金をね。だからこういう私たち市民から吸い上げた情報を企業に提供するなどということが繰り返されます。これからどん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 紐付けが増えていくわけですからね。最後は銀行口座、なぜ銀行口座に紐付けるのって、政府は脱税を防ぐためというか、脱税を見つけるためって言いましたよね。その一つに、ちょっと待ってって、あなたたちさ、脱税してんの、あんたたちじゃないって話じゃないですか、ね、裏金作って脱税してんの自民党じゃないですか。私たちがなんでこんなね、こんな本当に心優しいね、庶民がね、脱税なんかしますか、できるはずもないんですよ。なんで私たちの銀行口座を先に紐付けますか。それだったら自民党、公明党、維新の国会議員の全口座紐付けてから国民に言うべきではないですか。そう思いませんか。自分たちは裏金作って
脱税して刑務所にも入らず、のうのうと政治家続けてるんですよ。これをさ、断ち切りませんか、皆さん。もうこの連鎖を断ち切りましょうよ。ね、ぜひ。これはやるには政権交代しかないんです。政権交代ね。今ね、内部留保が今511兆円ですよ。どうしてこんな内部留保溜まったのっていう話ですよね。これはね、遡ればね、まあ、若い人はみんな知らないかもしれないけど、小泉純一郎、3、一応3つけます。3とその人にいる竹中平蔵がね、経団連や、アメリカに言われて、そして、それを、やったわけですよ。まず、労働法を改悪したりね。それから、郵政民営化。それから、イラク派遣。これ、小泉純一郎さんやったでしょ？今になって原発反対なんつったって、その前に、この、あなたがいろいろやったことを、まず、反省してください。そして、これは間違いだった。原発が間違いだったという前に、あなたがやったこういうことを、あなたが総裁選出たときに、自民党ぶっ壊すなってね、今回ね、話題になった石丸さんどころじゃないんですよ。自民党ぶっ壊すなんて、やって、メディアが持ち上げて、総裁になったわけですからね。それに若い人たちが乗っちゃった。その時の若い人たち、今幸せですか？幸せに暮らしてますでしょうか？とてもそうとは思えません。ね、みんな非正規になっちゃって、もう4割くらいの人が非正規でしょ？ね、公務員まで非正規、先生まで非正規。こんなバカな国ないですよ。小泉さん、一度ぜひ、このことを検討したい。あなたは、自民党は壊さないで、日本をぶっ壊したんですよ。自民党は壊さないで日本をぶっ壊した。小泉さんから始まってるんです。それを安倍さんに引き継いだ。ね、岸田さん最悪ですわ。これを皆さん断ち切るためには政権交代しかないです。ぜひ、ぜひ、今度衆議院選ありますけれども、その候補者のバックには何が、どういう団体がついてるのか、どういう個人、人物がついているのか、そのことをよく見極めていただきたいんです。ね、石丸さんって人は、選挙終わったらもうすぐ正体バレましたね。だから、投票してからじゃ遅いんですよ。投票する前に、このね、ちょっとマイナー保険証にしてみても、これ、選挙の争点ですよ。争点にしなきゃダメです。このマイナー保険証、これを、候補者に聞いてみてください。あなたは政治家になったら、当選したら、このマイナ保険証、どういうふうに、いたしますかってことを聞いてみてください。マイナ保険証、今の保険証を使い続けたいと思うならば、それを約束してくれる議員に投票してください。ぜひお願いいたします。特に若い人たちね。なんとかフィーバーにね、騙されないようにね、メディアの人も気をつけてくださいね。やっぱりね、考える時間、考える、メディアがね、考えるという、情報、そういうことをね、やっぱりみんな提供して、その上で考えて、投票いたしましょう。ね、若い人ね、若い方、自分たちの未来ですから、よろしくお願いしますね。はい、終わります。ありがとうございます。新橋駅前をご通行中の皆様、それから声が結構私も山手線で来ましたが、駅の中にも割に響いていました。駅の中でいらっしゃる方々、ぜひ皆様お耳を傾けていただきたいと思います。皆さん、マイナンバー保険証持ってますか？
皆さん、マイナンバー保険証、今でもまだ1割未満の人しか持っていません。それなのに12月からもう今までの保険証は出さないと言うんですよ、皆さん。マイナンバー保険証もう一元化ということをもう強制的に行おうとしているというのが今の政府のやり方です。こんな皆様、裏金自民党の政権にマイナンバー保険証一体化にされて、我々の個人情報をどんどん流すようにされて、そして医療にかかれない人を作る。今までの保険制度、万人が医療にかかれるような仕組みを作った、この貴重な世界に誇らしい保険制度を実質的に壊すようなことを行わせていいんでしょうか、皆さん。私は医療機関に働いている医療関係者です。もう皆さん、この今のマイナンバー保険証の調整には、医療関係者はもうみんな怒り心頭に発しています。とんでもないことですよ、皆さん。1割未満の人がマイナンバー保険証を持っていない。それには理由があると思います。非常に不便だからです。マイナンバー保険証リーダーはもうとてもお粗末なもので全く機能しないことがあります。そうすると皆さん10割負担になってしまうんですよ。10割負担でマイナンバー保険証にしても結局その証明をするのは紙の保険証なんですよ。それだったら初めから紙の保険証でいいじゃないですか。皆さん、マイナンバー保険証にすることで余計不便になっているんですよ。そして皆さん、今どんなことが医療機関で行われているか、マイナンバー保険証を前提にしてその宣伝を一生懸命するような医療機関には診療報酬を上げますよ、お金でまた釣ろうとしているんですよ。とんでもないことじゃないですか。我々患者さんの利益になることなら一生懸命しますよ。でも患者さんの不利益にしかならないものはどんなにお金をくれると言ってもお断りですよ。そんなことはしません。かえって医療機関にとって長い目で見て災いになるじゃないですか。患者さんの不利益になることは最終的には医療機関にもそれ降りかかってきますよね、皆さん。そんなものを宣伝するわけがありません。それなのに金を払うから宣伝しろと言うんですよ。それを皆さん今薬局にも行わせているんですよ。薬局にももう皆さんマイナンバー保険証一元化ですよと、もう保険証は使えなくなるんですよということを皆さんもう当然のように宣伝させて、それで補助金を出しているわけです。とんでもないことじゃないですか。薬局の人たちというのは医療機関ではあまり説明されなかった薬に関する不利益の情報を一生懸命患者さんのためによって説明してくれる存在です。そういう活動を日々町の薬局の人たちはしてくれているわけです。それなのにそんな薬局に不利益でしかないマイナンバー保険証の宣伝を前提として行わせる、その台本まで作っているんですよ。皆さん、マイナンバー保険証がなくたって資格確認証っていうのがもらえることになっているわけです。資格確認証というものがあれば今までの保険証と同じなんです。だからマイナンバー保険証を楽器になって作らなきゃいけない必然性はないんです。それなのにそういう説明はその台本には入ってないんですよ。マイナンバー保険証があたかも前提のような、それ一択のような説明を行わせようとしています。とんでもない大嘘八百じゃないですか。そんな大嘘八百を本来市民の税金で食べている公務員の人たちが台本を作って薬局の人たち、医療機関の人たちに言わせているんです。とんでもないことじゃないですか。民衆によらなければいけない、
公僕ですよね。市民のお金で暮らしている公僕であるはずの公務員がマイナンバー保険証にまつわる大嘘800を医療機関や薬局の人たちに台本として言えと調整している、こんなことが許されていいでしょうか皆さん。そして皆さん、今健保組合にもマイナンバー保険証を 50% 以上なるようにしろと言ってるんですよ皆さん。保険組合の人たちに言ってどうしようって言うんでしょうか。こんな圧力をかけてどうしようって言うんでしょうか皆さん。もうこれだけ政府がもう躍起になって進めないと、マイナンバー保険証が進められない状況にあるということですよね。そして今皆さん、医療機関がどんどん廃業、廃院に追い込まれています。マイナンバー保険証リーダーの設置に関しては補助金が出されますけれども、マイナンバー保険証にまつわる診療報酬の提供、これまでは CD ロムで提供してもよかったのに、 NTT の光通信を介した通信でしか受け取らないというふうに皆さん調整しようとしているんですよ。こんな皆さん個人情報がそんな通信に載せて流すのはおかしいですよね。しかも NTT の光通信ですよ皆さん。先ほどのお話にもありましたけれども、結局国策企業議員に多額のお金を出している企業に利益が回るよう、そういうしつらえになっているわけですよ。そんな器具を作るために古い病院に関しては中の改修工事も行わなければいけません。数百万円もかかるんです。それが難しいということで廃院になる病院がこれからどんどん現れようとしています。試算によれば来年1万件の病院が潰れようとしている、そんな状況になってるんですよ皆さん。去年だけで700件の病院が潰れてしまいました。それなのに今年わずか2ヶ月間で300件の病院が廃院になっています。その多くがマイナンバー保険証導入に関する問題で廃院になっているわけです。おかしいじゃないですか皆さん。市民の医療の権利を守らなければいけない、誰でもがどんな地域にあっても医療を受けられるような、そういう状況を保障しなければいけない、厚生労働省をはじめとする行政が躍起になって病院を潰してどうしようっていうんでしょうか。病院なんか潰れてもいいと、マイナンバー保険証で個人情報を企業にどんどんと垂れ流せばいい、そんなことがこのマイナンバー保険証に隠されています。とんでもないことじゃないですか皆さん。皆さん、市民の声で絶対にマイナンバー保険証は作らないし、一回作った方ももう返却してしまいましょう、拒否しましょう。そしてマイナンバー保険証はもういらない、絶対不要、今までの保険証だけでやれということをどんどんと皆さん12月までに声を上げてください。マイナンバー保険証を12月に強引に一元化してそれを前提としようとしています。マイナンバー保険証の審議の時に国会の中で任意のマイナンバーは任意ですよ、
言うにしたにもかかわらず、もう強制です。議会で決めたものを勝手に行政が義務にする、それは本来は改めて議会を、国会を返さなきゃいけないものです。それなのに皆さん、市民の代表である国会を通さないで行政が勝手に義務にしようとしている、憲法違反じゃないですか皆さん。こんな憲法義務化を許していいんでしょうか。おかしいという声をどんどん上げましょう。そしてこのマイナンバー保険証は市民の中に格差を作る、保険医療がかかれる人かかれない人を作る、もともとの保険制度からの逸脱です。保険制度の崩壊です。このように憲法に定められた市民の平等を覆す、これも憲法違反じゃないですか。こんな憲法違反を今のような裏金自民党政権に行わせていいんでしょうか皆さん。そして皆さん、先ほどからお話がありましたが、マイナンバー保険証を屋敷になって作る理由、これはどんなことだと思いますか。皆さん、我々の個人情報、税金いくら払ったかだけじゃないんです。我々が今までどんな医療を受けてきたか、体にどんな病気があるか、それを健康市場、医療市場、福祉企業に垂れ流そうとしているんですよ。皆さん、この間法律はどんなことが解約されてきたかと言いますと、みんな匿名化情報という情報を設置しています。皆さん、匿名化個人情報ということで、福祉や医療にまつわる難病法とか障害者基本法とか、そこで定められている条文の中にさりげなく匿名化情報を提供してもいい、それは行政機関だけではないんです。行政機関が認めた一般企業も、それは皆さん、他国籍企業、外資企業も入ってるんですよ。そういうところにも提供してもいいというふうに言ってるんですよ。皆さん、ここでマイナンバーにまつわる大嘘があります。匿名化情報と言ってますけども、マイナンバーには匿名化どころじゃありませんよね。皆さんの個人情報がそのまま記載されているわけです。それを匿名化情報提供ということで企業に垂れ流しておいて、それはあくまでも匿名化ですよ、要するに企業に匿名化してしか使わないように、それをそのまま垂れ流したら企業の責任にしますよと、そう言っているわけですよ。一切行政が責任を取らない、企業に垂れ流しておいてその責任すら国は負わない、行政機関は負わない、すべて企業に責任を押し付けようとしている。例えば医療機関がランサムウェアウイルスでマイナンバー保険証にまつわる個人情報がどんどん流れても、その責任は医療機関が負わなければいけないわけです。行政がお金を代わりに払ってくれないんですよ。皆さんがマイナンバー保険証にしてそれをなくしてしまって、個人情報がだだ漏れになっても、行政は一切責任を取らないです。このように皆さん、全部市民の責任、企業の責任、医療機関の責任にして、大元の政府、
国は一切責任を取らないようにしている。こんなことが許されていいんですか皆さん。こんなインチキ、こんな裏金政権、自分たちは必要なお金も出さない。お金は隠れて使い放題で税金もちゃんと払わない。そんな議員や国会議員の連中に、皆さん、大臣の連中に、こんなマイナンバー保険証にまつわる個人の責任を我々市民にどんどん求め出せていいんでしょうか皆さん。そんなことを許していいでしょうか。皆さん、マイナンバー保険証は先ほど申しましたように市民の保険が誰でもどこでも保険医療が受けられる保険制度の平等、医療健康の平等、福祉の平等を真っ向から壊そうとするものです。そうして私ども市民の健康にまつわる機微な情報を勝手に企業に提供しようとしています。これは議会の審議でもそれはしないと言ったにもかかわらず平気で嘘をついているんです。国会の審議違反、そして憲法違反です。こんなマイナンバー保険証絶対に許してはいけません皆さん。先ほどお話しましたが、12月のマイナンバー保険証一体化までにぜひ皆さん、マイナンバー保険証を作った方はどんどん返してしまいましょう。そして新たにマイナンバー保険証は絶対に作らないぞという声を上げてください。そして自民党、公明党、維新、国民民主党にマイナンバー保険証とんでもない、今までの紙の保険証にしろマイナンバー保険証は憲法違反だ、おかしいぞという声をどんどんと上げてください。そして皆さん、私どもの健康、医療、福祉を私どもの手で守りましょう。どうもありがとうございました。私たちはマイナ保険証の強制に反対して現在街頭宣伝活動を行っております。今各地の地方議会では健康保険証の存続を求める意見書が各地で可決されております。ただ、なかなか可決には至らない、陳情とか請願も数多くあります。今年の6月議会で長崎市議会にも、現行の健康保険証の存続を求める陳情というのが出されましたが、採決で不採択となってしまいました。ところがこの後長崎市議会はマイナ保険証であるとか資格確認証の制度についてまだ十分市民に周知がされてない、そういったところから市長に対して市議会の議長と陳情を審議した総務委員長の連名でですね、申し入れをしています。マイナ保険証資格確認証について周知を徹底するようにとか、高齢者なんかがきちんと医療を受けられるように適切な対策を講じることというような申し入れをしています。ですから単に請願陳情が採択されなかった、それでおしまいっていうんではなくて、こうして自民党の議員も中心になってなんとか12月の健康保険証廃止なんとかしなくちゃいけないという動きは全国に広まってきていると思います。最近6月議会を中心に採択、可決されている意見書の中で特徴的な意見書について紹介したいと思います。例えば三重県の伊賀市議会では
次のような意見書が採決、採択されて可決されました。国にマイナ保険証におけるデジタル弱者への適切な対応を求める意見書、現行の保険証とマイナ保険証の選択性を打ち出した原点に立ち返り、下記の事項について求める。1. マイナンバーカードと一体化されたマイナ保険証の取得は申請者による任意の判断のみに基づくとの原則を明確にすること。2. マイナ保険証に対する国民の不安が払拭されるまでは現行の健康保険証を存続させること。3. 認知症や高齢者、要介護者などデジタル弱者に配慮した制度とすること。こうした意見書が6月27日に東議会で可決され、同じような意見書が各地の地方議会でも可決されています。現在国は12月2日に新たな健康保険証の発行を停止するというようなことを言っていますが、6月時点でマイナ保険証の利用率がわずか 9.9%、 1割にも達していないような状況です。こうした中で私たちは現在の健康保険証を使い続けようと呼びかけていきたいと思います。そして10月には、マイナンバーカードと健康保険証の紐付けを解除する手続き、これが始まろうとしています。私たちはこうした、手続きについても、情報を発信し、マイナ保険証の紐付けを解除しましょうというふうに呼びかけていきたいと思います。最後に岩手県の西和賀町議会で可決された意見書を紹介して終わりたいと思います。誰もが安心して医療を受けることのできる健康保険証存続こそが国民の安心を保障すると確信します。このように意見書は述べています。引き続き地方議会の動きに注視しながら、この動きについてフォローしていきたいと思います。私からは以上です。新浦市駅をご通行中の皆さん、私たちは、マイナ保険証に反対して健康保険証を残そうということを訴えている市民団体です。最近テレビのコマーシャルで12月2日に保険証は発行されなくなりますというのが盛んに放送されるようになりました。また医療機関では政府の作った12月の2日で保険証が発行されなくなるので、早くマイナ保険証を作ってくれというチラシを配らさせています。しかしこれは大きな実は間違いなんです。健康保険証を保険者が発行しなきゃいけないということは、健康保険法という法律の、省令施行規則に書いてあります。今も健康保険証を発行しなければいけないという省令はそのまま残っています。実は政府はこの省令を、7月の中下旬には変更して保険証を発行しなくてもいいというふうに、変えようということで6月の中旬までかけて、パブリックコメント意見募集を行いました。ところがこのパブリックコメントに5万件を超える多くの意見が寄せられたようです。まだ正式にその結果は発表されていませんが、7月の中旬までに省令を変えると言っていたものが昨日現在で見ても依然として変更することはされていません。つまり今の時点でも12月2日に健康保険証を発行しなくなるということは実は決まっていないんです。ところが決まっていないにもかかわらず、決まっていないことを政府はあたかも決まったかのように12月2日には発行されなくなるぞということの脅しを続けています。
これは一体法治国家のやることでしょうか。私たちはこの5万件に及ぶ意見がどういう意見だかまだ分かりませんけれども、多分多くの意見は健康保険証を残してくれ、健康保険証の廃止はやめてくれ、そういう意見だったんではないかと思います。普通パブリックコメントというのは100件とかせいぜい1000件とかそんな程度しか集まらないものが5万件も集まってるわけです。私たちは、政府は健康保険証の廃止というこの方針にこだわるのではなくて、私たち市民の声、患者の不安、それをしっかりと受け止めて方針を見直して健康保険証を発行し続ける、そのような決断をすべきではないかというふうに思っています。先ほど来話があるように、健康保険証のマイナ保険証の利用率というのはあと5ヶ月で廃止すると言っている、健康保険証廃止すると言っている今でもまだ 9.9% です。1割以下の方しか使っていません。なんでみんな使わないのか、それはやはり一つはマイナ保険証にした方が不便だからです。マイナ保険証にすると毎回毎回提示しなきゃいけないとかいうことだけではなくて、今までだったら健康保険証をパッと見せればよかったのが、めんどくさいカードリーダーでいちいち顔写真と照合してやらなきゃいけない、めんどくさい、しかもなかなかこのカードリーダーがちゃんと顔を認識してくれない、もうこういうトラブルがとにかく医療機関では次々起こっていて、政府の資料でもマイナ保険証を使った方が時間がかかってしまう、まあ、そういうことが堂々と書かれている状態です。しかもこのようにマイナ保険証にした方が不便だというだけではありません。マイナ保険証にすると実は正しい保険資格が表示されない、この非常に深刻なトラブルが依然として続いています。マイナ保険証というのは保険資格を迅速に表示できるから便利なんだということが政府の謳い文句でした。ところが今医療機関ではマイナ保険証を使うと、例えば健康保険証に入ったのに入ってないって表示されて無効になってしまったりだとか、古い資格が表示されたりだとか、そんなことが続いているんです。政府はついこの間6月ですか、このようなですね現実に対して、まあ、保険者に対して迅速に保険登録、保険資格の登録をやれと、まあ、そういう指導をやるということで言っています。でもこれは絶対にうまくいきません。別に保険組合は今までだってサボってたわけではないんです。一生懸命に早くしようと思ってもどうしても2週間3週間かかってしまう、それが現実なわけです。実は5月の15日に会計検査院という非常に政府のお目付け役、重要な機関がですね、このマイナンバーを使った情報連携についての勧告報告を出しました。その中ではですね、この健康保険に関してなかなか新しい情報が更新できない、これは自治体とかの責任ではなくて仕組みの問題なんだ、そういう仕組みになってるからなかなか情報が反映されないんだということを会計検査院が報告しています。まあ、詳しいことは省きますけれども、まあ会社がですね、まず年金組合に情報を上げて、そこで審査をして、それから協会憲法というところに行って、で協会憲法で分かってから、情報を登録する、まあ、こういう手続きをですねやらなきゃいけないので時間がかかるわけです。政府はこの健康保険証の資格登録をなんとか10日以内に収めようということを言ってます。10日間だって十分長いです。10日間の間にお医者さんにかかれなくなっちゃうかもしれないわけです。今だったら会社を辞めたという書類を持って市町村に行けば健康保険、国民健康保険はその場で出ます。でもそれをなんとか10日以内に出せるように頑張ろう。逆に言えば今10日でも出ないわけです。下手すると1ヶ月でも出ない、まあ、こういう実態があるんです。でこれはまさにそういう今の仕組みがなっているわけで、この仕組みを変えない限りは簡単には解決しません。マイナ保険証導入、健康保険証の廃止を12月の2日にやると言ってますけれども、5ヶ月間でそんなことができるんでしょうか。つい6月にですね、政府は医療機関に対して正しい健康保険の資格が分からなければ従来の健康保険証などを見て確認してくれ、そういう通知を送っています。つまり政府自ら今のマイナ保険証では不十分だ、確実な資格が分からない、だから
健康保険証もちゃんと併用して確認するようにしてくれと、まあ、こういうことを呼びかけているわけです。であれば12月に健康保険証を廃止するなんてもってのほかで、健康保険証とマイナ保険証を併用すればいいわけです。健康保険証の発行も続けて、そしてもしマイナ保険証で分からなければ健康保険証で見る、マイナ保険証を使った人に対してもそういう選択肢を与える、それで問題は何もないわけです。ところがあくまで健康保険証を12月に廃止しようと今しています。廃止した後一体どうするんでしょうか。政府はこの保険資格が正しく表示されないという問題についてもっと恐ろしいことを言っています。保険組合に対して健康保険の情報が正しく更新されたかどうかを患者さんに確認してもらって、更新されたから更新されてから受診してください、そういうことを説明しろと言ってます。そんなことをしたら、じゃあ急病で早くお医者さんにかかりたい、だけど保険資格がまだ更新されてない、急病だけどお医者さんにかかれない、そんなことが起きてしまうんじゃないでしょうか。一体何のためのマイナ保険証なんでしょうか。私たちの健康を損なうのがマイナ保険証です。このマイナ保険証をみんなが使わない理由の一つは、そこから情報が漏れるんではないか、情報の扱いがどうなっているのか、そういうことをみんな不安に思っているからです。政府はマイナ保険証のこの資格情報をマイナポータルという政府が作っているサイトでですね、確認してください、そういうことも言っています。ところがこのマイナポータルというのがとんでもないものです。かつてですね、マイナポータルはそこからどんな情報漏洩があったとしても、それを作っているデジタル庁、国は一切責任を負りません。使った人間の責任ですという、そういう利用規約を定めていました。さすがにこんな無茶苦茶な利用規約とんでもないじゃないかという世論の反対を受けて、2020年の1月にですね、デジタル庁が重大な過失があった場合については責任を負います、そうでなければ一切責任を負いません、そういう利用規約に変えました。ところがですね、この利用規約に対しても消費者団体から抗議意見が寄せられました。消費者契約法に基づいてですね、消費者の利益をちゃんと守らなきゃいけないのに、この利用規約はそれを損なっていると、つまり重大な過失以外は一切責任を負わない、こういう今の規定自体が消費者契約法に反しているんだという指摘を受けてしまいました。それでまたデジタル庁は慌てて7月にですね、また利用規格を変えています。この姿勢を見ればはっきりしているように、国は私たちの個人情報が漏洩しても一切責任を負う気なんかないんです。文句を言われればしぶしぶなんとか、これぐらいまでは仕方がないと情報をして書き換えてますけれども、本音は一切私たちの情報漏洩について責任を求もうとはしてないわけです。そんなところで私たちの保険資格を確認しろ、そういうふうに求めているのが実はマイナ保険証です。こんなマイナ保険証に私たちが不安を感じるのは当たり前じゃないでしょうか。政府はマイナ保険証は安全だ安全だと言ってますけれども、言ってる端から情報が漏れても責任は取らない、そういうふうに言ってきたわけです。私たちはこのようなマイナ保険証ではなくて、今ある健康保険証で受診すれば万能の問題もない、少なくともマイナ保険証と健康保険証を併用できるようにして、私たちが、ああもしマイナ保険証の方が便利だな、もう健康保険証いらないな思った時にマイナ保険証に切り替えればいいじゃないかということを言っています。そうなるまではちゃんと健康保険証を発行し続ける、そうでなければこのマイナ保険証でしょっちゅう起きている資格確認の誤り、それを正す手立てがなくなってしまうんです。この状態というのは、政府が、マイナ保険証をもうすでに本格実施していると言ってますけども、とても本格実施と言える代物ではありません。正しく保険資格が表示されないような状態では本格実施しているとは言えません。あくまでテストで運用しているというのは実態です。そんな実態であれば、そういう状態が少なくとも改善するまでは絶対に保険資格の誤りが表示されないということが確認されるまでは、健康保険証もずっと発行し続けて最低限マイナ保険証と併用する、そういう扱いをすべきではないかと思っています。にもかかわらず政府はあくまで12月の2日に健康保険証を廃止しようということを言っています。今マイナンバーカードの普及率が 75% ぐらい、マイナ保険証の登録をした方が6割ぐらいいらっしゃると言ってますけれども、
その方たちはほとんどいわゆるマイナポイントの2万円が欲しいから登録したに過ぎません。そのことは利用率が1割を切っていることを見ても明らかです。この今マイナ保険証の紐付けをしている方は資格確認、まあ紐付けをしてなければ資格確認書というものが保険証の代わりに送られてくるということになってますけれども、マイナ保険証の資格確認、それを登録してしまった方については資格確認書という保険証の代わりになるものは自動的に送られてきません。まあ、その場合ですね、10月から保険資格の解除ということが始まることになっています。保険者に対してその申請をすれば今まで紐付けられていた健康保険証の紐付けが解除できることになっています。解除されれば資格確認証という健康保険証に代わるものも発行されます。ですから決して慌てて何かマイナ保険証を作んなきゃいけないんじゃないか、12月に健康保険証がなくなると言われるから急いで健康マイナ保険証を作らなきゃいけない、そんな必要は全くありません。むしろマイナ保険証を作らないでいれば資格確認証も送られてきて安心なわけです。私たちはあくまで健康保険証をこんな状態で廃止するのはダメだ、健康保険証を残せということを今訴えて駅頭でチラシを配らさせていただくとともにシール投票を行っています。最低限マイナ保険証と健康保険証の併用を行わせる、そしてもし、マイナ保険証を作ってしまった方でがですね12月2日を迎えたとしてもそのように資格確認証というものを取る手立てもありますので、むしろマイナ保険証の登録は解除していく、まあ、そういうことをですね行っていこうということを訴えて今日新橋駅頭で宣伝活動を行わせていただきました。これからも健康保険証をできる限り使い続けるということで頑張っていきましょう。すいません、新橋駅前ご通行中の市民の皆さん、約1時間にわたって私たち、保険証の廃止に反対する、宣伝活動を行ってきました。もう12月の2日まであと4ヶ月です。あまり皆さん焦ってマイナンバーカードを作ったり、マイナンバーカード保険証じゃないと医療が受けられないなんてことはありません。ぜひ今お持ちの保険証を病院、医療機関、薬局でも使い続けてください。それが最も合理的なことだと私たちは信じています。マイナンバーカード保険証を使う人たちが増えなければ保険証を廃止することはできない、私たちはそう確信しています。まだまだ12月2日に向けていろんなところで声を上げていきます。来月は8月の25日日曜日、新宿の南口で、4時から5時までまた宣伝活動をやる予定にしています。本日の新橋前の宣伝活動はこれにて終了としていきたいと思います。ちょっと暑い中、一緒にチラシを巻き宣伝活動をお手伝いいただいた皆さん、ちょっとこちらにあってお集まりください。これで終了していきたいと思いますが、集約をして終わりにしたいと思いますのでお集まりください。